こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、今、ガチの寝癖の状態です。結構すごい、まあ、オープニングでも流れたと思うんですけど、かなりやばいですね、今ね。はい。はい、いつも結構このくらいの寝癖つくんですけど、これを、いつも私がやってる寝癖直しの方法を今日はやってみたいと思います。これ今ちょっとだけ乾いてるか、でもちょっとだけ湿ってる状態ですね。はい、美咲さんちょっと美容師なんですけど、若干湿った状態で寝るので髪の毛の量が多いので、よくないんですよ。気持ちちょっと湿ってる状態なんですけど、だからそこからちょっとやっていく感じですね。はい、そうです。はい、はい、いつもお困りの方、寝癖でお困りの方はぜひ参考にしてみてください。はい、はい、それでは動画スタート。またこれでいきます。今日はエアスリークブラシアイロンを使っていきます。180度に設定します。温まってくるとこういう風に風が出てきます。これで準備完了です。はい、ではやっていきたいと思います。基本的にはブロッキングはしてあげた方がいいんですけど、私はかなりの面倒くさがりなんで、ちょっとこのままやっていきたいと思います。ちなみにこのブラシのピンの部分がすごく長いので、まあ、量が多い人でも割と根元の方からしっかり通ってくれるんじゃないかなと思います。それではやっていきたいと思います。毛束を取って、ここの部分がピンと張るように引っ張りながら溶かしていきます。ブラシアイロンするときはテンションがかかった方が癖が伸ばしやすいので、しっかりと引っ張りながら溶かしていきます。じゃあやっていきます。上からと下から通していきます。どうですか？結構自然に軽くストレートアイロンを通したくらいの柔らかいストレートの質感になってるかなと思います。結構左右でもツヤも出てめちゃくちゃいいかなと思います。後ろもやっていきます。ブラシをするときは軽く手ぐしでも大丈夫なので、手先まで指を通して溶かしてあげてください。で、通していきます。どうですか？結構後ろ寝癖すごいんですけど、すごい伸びてると思います。後ろの内側の部分も同じようにやっていきます。では全部入れていきます。仕上げにベイビーオイルをつけます。少し手に出して毛先にしっかりとつけていきます。ツヤとまとまりが出たら
完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。結構私ブラシアイロンっていうのをすごいなんかそんな伸びないだろうなと思ってたんですけど、ちょっと舐めてた部分もありますなんですけど、結構自分一人でこうやっててここまで伸びるって結構ないので、これを最近愛用してます。癖が強い人は少しだけ湿った状態でやってあげるとより伸びがいいので、ぜひやってみてください。このブラシのポイントは、ここのピンからマイナスイオンが出てくれるので静電気防止の効果があるのと、送風が出てくるのでクーリングをしながらよりツヤを出してくれるのがポイントかなと思います。あと持ちも結構良くなるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。